あ、タヌ夏。夏タヌ。どっちだ、これは。やばいなこれしんどいぞ。浄化されちゃいますよね。 アニメのです今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、夏目友人帳第10話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。夏目友人帳ですね。今回も楽しんでやっていこうと思います。いやー、一期もこう、ずんずこずんずこ見ていって、第10話二桁台に入っていったわけなんですけれどもね、まだまだ6期まであるということで、まあ、この作品をね、まだまだ堪能できるということは、結構安心ですね。見ててね。あー、ただ、これが終わるとき僕の感じ はどのくらいにすり減っているのだろうかっていうのはすごい気になるわけですよね前回のこのねナトリのお話も結構いい話で今回もまたアサギのことということでまた人と妖怪の話になってくるんじゃないかなということでいろいろ気になる部分はいっぱいありますので夏目がどういう風に行動していくのか今回も注目しながら楽しんでいきましょうそれでは見ていきましょうよーいスタートさあ行きましょう けどさあ、まだまだ気になる。アサぎのことか。朝さぎって言うともういろんなものが思い浮かびますけれどもね。皆さんは何を思い浮かべますかというところで。まあなんか意外とレイコさんに関して掘り下げられるかなと思いきや、あんまりなんか、 やってきた行動には触れているけど、レイコさん自身の、なんか、本質的な部分にはあんまり触れてないね。ここあれか、そうか。あの、ヒラギとナトリの、この、二人だったのか。さて、にゃんこ先生。前回、豚猫と罵られてしまった <laughs>。すごい絶妙だよな。さあ、かわいい。かわいい妖怪たち。さあ、この人がアサギかな。 さあ、友人帳、ここのニャンコ先生の貼り付き方めちゃくちゃ可愛くて好きなんだよな。この短い前足で、なんとか肩にしがみついてる感じ。さ,ーんさあ、夏目友人帳行きましょう。ズンドコドコドコドン。さて。うん。お 傘ああ、見えないんだ。あら鳥だったわ。なんだこの傘和傘だ。あれカ、から傘だっけあれじゃん。ゲタ生いた傘。妖怪の。おっえ アサギのこと。なんだ、シシオマコトみたいなのが出てきた。おああ、お、美味しいイチゴが。えあなんだ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 おい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 おおおつ、強い 腕っぷしが効くな。兄、あんこ先生。魚を食っていらっしゃる。ああ<ー>。気が短いか。汚いな。殴られるぞ。お<ー>お。おお。 なんかすごいあ赤金野田さんああこの人か私はなんだあら。 だ団子 <laughs> うん送金引きおおなんでひょうたんに あ,あちょ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 おーあははは、低級 <laughs>。やばいやばい、髪疲れてる。あはははは。すいません。おー、でも貸してあげたくなっちゃうな、ああいう風に言われたら。 そうか。もう一度ことを弾かせてあげたいのか。いるし。赤金、ね。あはははは、酔っ払ってる。あなんだなんか、驚いてるぞ。お紙あれあ、すいません。 止まっちゃってるけどあ、戻った何だったんだあら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 あ,あらあああらほんた来たわねあら始まってしまったやばい色気がすごすぎる やばいやばい。掛け算、掛け算が始まってしまう。お、たなむくん。貸した覚えがないとかあ落とした。あら入っちゃってるもう、あさぎが。あれ髪が伸びた。あら、あ、トゥンク。あ。タヌ夏。夏タヌ。どっちだこれは。 やばい完全に、惚れてしまったあら始まってしまったわね夏目、掛け算がはかどっている。さあ、入ってしまっている説はあるなあ音がおお、びっくりするなあまあ、見えてないふり。 うわぁ。結構無理くりだなぁ。ま、協力するのもやぶさかではなかったっぽいけど。すべてアサギの特徴なんだ。うーん。頭に響く <laughs>。 なんでなんでそんな、卑下しちゃってるんだでもなんかこの影でわかる美人っぷり。うん。ああ。なるほど。ことを弾かせてあげるって感じかな うん。どこでも現らわれるな。じゃのめさん。あら。あははははかぬき。あら。 あら、でも、楽しんでるな。恋仲だったっぽいな。けどもあははははは危ないところだった。おう。アサギのことを聞きたい感じなのかなおう。ん うん。恋？いはははは。偉いな、いやいや、でも付き合ってあげるな、つめ <laughs>。にゃんこ先生は爆睡。まさに、狸のように。うーん。すごいな ねえ。あんまり答えたくない系か傘持ち。ああ偉い人のあれか、お月みたいな感じか。うん。 あれか。評価でフォータローがやってたやつか。あら。うーん。へー、すごい。優秀な選手だったんだ。いつでも傘を差してくれた。うん。 うん。「二部様」。漢字が。あっ弦があそれで力が弱まったりしたわけだ。うん。おいた線引き。 なじゃ鯉かあれ濃いか本当にうんどう体かやばいなーこれしんどいぞ <laughs> 一からことを作っていく感じかああでも運んでくれるんだ うん。そうだね。多分でも、あさぎも、じゃのめさんのこと好きなんだろうな。あら。ちょっとボロボロになりました。そうね。あら、優しいなぁ。トウコさん。 うん、気持ちはわかるわけだな。そうか、痛い場所に入れない気持ちっていうのは夏目はもう、痛いほどわかってるわけだもんな。さあ、綺麗な青い髪だこと。寝るとやっぱりそっちの力が強くなるっぽいな。肺になってませんか 指先から、ああ怖ええー。これあれか消えゆく、アサギの。日に日に、力が弱くなってる。うん。 あー、引かせてあげたいそうかそれでやって そうか。 ずっとそばにいてあげたいんだ。すごいな大丈夫か他の妖怪が来そうだけど。あ、いましたすいません。 あ生えてる怪しくないお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 いやっべえ。まずい気がする。あら、痛い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 。<laughs> ああ。 大変だけど。一生懸命なだけなんだな、この人は。腹渡やばい尽きちゃうかもしれない。 あーの。あ、できた大丈夫かでも、あの妖怪。どうした、はああいやあち,ちょ、ちょいちょいちょいやばいやばい、バケモンが はあっ赤金いやーやばいことがはいやばいやばいヤんコ先生何をしてて 大丈夫かニャンコ先生は来てるのか来てないのかまあき、お酒を飲んでるかもしれない。大丈夫だったあ、よかった。 huh <gasps> イブ様ではなく。 あ、まだ大丈夫そううん、そうかうーんそうだよ先生あら 空いてないな。うん。あらうん。あははははああ。<laughs> <laughs> ああ すごい撫でられてる。奏でていた。そうか。あははははちょっとにゃんこ先生は今度お酒つって水飲ますか。オッケー,ーなるほどなるほどいやー。くーっていうね。感じですけれども。いやー。 赤金とアサギ痛い場所は赤金の傘の下でした。赤金のそばに入れれば幸せだったのです。もうことも叶いました。きっと彼の耳にしか届かなかった美しい音色。 いいね。妖怪同士の。まあ、妖怪というよりかは、またちょっと別の存在ではあるんだろうけれども。いやー、もうなんか、浄化されちゃいますよね。選択です。これは。日向ぼっこと同じ感覚がある。太陽の下で眠ると気持ちがいいな。それはなんででしょう心が洗われてる気分になるからですね。それと同じようにこの作品を見ると、 まるで夏の一日のような、夏の夕暮れのような気分を味わうことになるわけですね。僕は何を言ってるんでしょうかね。<laughs> いやー、そう、いや、いいなー。なんかもう、常に体感する感じがいいなー。うん、おれいこさんにゃんこつれずれちょう。ああはは先生と喧嘩。 小豚よばわり <laughs>。にゃんこ先生の扱いがどんどん悪くなってないか。<music> はい。というわけで、見終わったわけなんですけれども、いや、いいですね。なんかこう。 なんだろうねこの夏目の日常を覗き見しているような感覚になってしまっているわけなんですけれども。僕も夏を味わってるかもしれない、これは。どうなんですか <laughs> もう訳がわかんねえな。ああ、いいなあ、アサギとこの、んーん、このアサギと赤枯れの関係性がなあ、またいいよなあ。なんかやっぱりさー、このさー、よくあるけどさー、 このなんかやっぱり、従者とさ、そのメインの人というかさ、位の高い人とのこの関係性ってすごいいいよね。うん。やっぱり赤金は、やっぱりアサギのことが好きなんだよ、すごい。すごい好きなんだけど、やっぱり身分の違いとかそういうものから、やっぱり口にしてもいけないと思っているわけだよね。心にはあるかもしれないけれども、そんなことを伝える、言葉にすることすらはばかられるぐらいの、 やっぱり身分差みたいなものを感じていて、やっぱりこう、ミブさんに、ミブ様ミブ様に追い出されたアサギがやっぱり気にかかっていたわけ。でもそれはやっぱり従者としてっていうところなんだよね。好きだからこう助けたっていうのもあるんだろうけど、あくまでそれを従者としてっていう建前を使って、本当にアサギのことを大切に扱ってるっていうのがとてもいいですよね。アサギという存在を。うーん。 いやー、だってもうあんだけ結構ね、結構ぶっ飛んでる人だなっていうか、めちゃくちゃしてくるじゃん。なんかガツガツしてんなーっていうような感じでもあるけど、それもすべてアサギのためなわけですよね。あー、そこがまたいいよなー。なんか絆っていうかさ、絆とはまた違うよな。なんか一緒にいて、近くでいて、いろいろ見てきた二人だからこそ感じ取れる空気感だったり世界観っていうのがまたあるわけですよね。うーん。で、アサギも少なからず赤狩れのことをちょっと好んではいるわけですよね。 うん、でも、アサギ的にも多分赤金は従者のような存在ではある。傘持ちであるから私についてきてくれているだけ。同情をかけてくれているだけであって、なんかそういう恋に近いものは、やっぱり抱えてないんじゃないかみたいなものをこう、なんか抱えてると思うんだよね。お互い言語にしないだけで、なんか恋仲に近い関係性であるっていうのがとてもいいよな。うん、痛い場所に入れなくなる苦しみ。やっぱり夏目は特にそういうのを味わってきただろうからね。 うん特にやっぱりこういろんなところをたらい回しにされて痛い場所なんか結局ないよって思ったけれどもやっぱりとうこさんのところにいることによってここにいたいなって思えるようになってきたわけでいやーいいですねいいですねなんかこうなんか一つ一つ紐解いてみるとなんか感情のなんか糸口みたいなものが見えてきてすごいいいなっていうふうに思います見ててなんてあったかお話なんだろうななんかこのなんだろうねなんか NHK でやってたっていうけどなんか理由わかるよなちっちゃい頃にこういうの見るとなんかやっぱり優しい子供に 育ちそうな雰囲気があるもん、うん やっぱり言葉にできない感情と向き合うことで、それを整理することによって、なんか、やっぱり見えないもの、人以外のものにも優しくしようと思えるし、人にも優しくしようと思える。うん、身分が違っても優しくし合えるみたいな、そういういろんな関係性の、やっぱりこの種類みたいなものが見れるから、とてもとてもいい作品だなっていうふうに思いますね。うん、これは義務教育にすべきじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、僕はすごい思うな。やっぱり人との関係に悩んだ時、こういう作品を見ると、いろんな関係性があるわけですよ。 うん。見てるだけで学べる。これは義務教育にすべきです。<laughs> はい。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかもう、やられるな、この作品。やられるよ、本当に。やられない人いないだろ、この作品にね。 ああ、いいなあ。最初赤金がちょっと僕はあんまり、なんだこいつみたいな感じだったけど。なんかそのやっぱりさ、アサギへの思いっていう、その根幹を見ると、またちょっと見方が変わってくるわけですよね。いや、いいなあ。これはもういいなーいいな,ーい,い,なーいいですね。素晴らしい。そこでいて、なんかそういうなんか、 ほっこりしてるんだけど、その間にやっぱりニャンコ先生っていうこう癒しのマスコットが入ることでね、すごいあったかい気持ちの中でも笑いがあってっていうこの緩急が生まれるわけですよね。ああ、いいなぁというふうに思います。これから先もずっとずっと楽しんでいきたいと思いますので、ぜひとも一緒に楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、というわけで何かコメントあればください。うわぁ、あさぎさんとかね、赤金がねとか、いろいろコメントお待ちしております。夏目とかね。 いや、いいなあ夏目は優しいなあでもなあやっぱり、なんか思いを切ったら、やっぱりこう、なんか思いを聞いたらか。思いを聞いて知ったら、やっぱりついていきたい。なんか手伝ってあげたいと思う。その夏目の優しさはすごいいいよね。最初嫌だなあみたいなことを思っててもね。 うーん、すごいいいと思う。なんかそういうところを切り離して考えられるのはすごい夏目ね、いいところではありますよね。いやー、いいですね、いいですね、という感じで。まあ、いろいろとね。まあ、欲を言うと、アサギの音も聞きたかったけど、それはね、やっぱり赤金だけに聞かせてあげたいっていうところもあるわけですよね。はい、いろいろと憎い演出がこもっておりました。はい、というわけで、以上、夏目友人帳第10話でした。バイバイ。